うさぎさんがおすすめする今絶対読んだ方がいい漫画って何かありますか漫画。あー、島工作ですね。島工作の、島工作すごい長いじゃないですか。はい。の、どこら辺が一番面白いですかうーん、結構全部面白いんですけどうん、それぞれにそれぞれの面白さがあって、うん、結構、まあ若い頃、 シマコウが課長の頃とかは、まあ、本当にそんな連載が長引くと思われてない時期なんで、結構適当に書かれてて、例えばシマコウは今、あの、パナソニックがモデルの会社のテコットっていう会社の会長をやってるんですけど、まあ、そんなことにはなると考えてなかったんで、そう適当な人なんですよ、最初は。すごい女をすぐ食っちゃうし、まあ、もう出会った女の次のページめくったらもうセックスしてみたいな、そういう展開が多いんですけど、ま、あそういうチャランポロンな人物とかがだん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 どん成長していくんですよね。周りの影響を持って。で、それが、 面白いなありがとうございますなんか映画でもネットフリックスでもゲームでも何でもいいんですけれどもなんかすごい自分が影響を受けたり大好きだった作品をなんか教えていただけると嬉しいですあドラゴンボールですかね結構ドラゴンボールには、ね、本当に人生が180度変わっちゃったなと思いますドラゴンボールで一番好きなキャラクターって何ですかキャラ なんだろうもう、鳥山明ですね。鳥山明そのものがもう全部に影響を受けてるんで、キャラっていうか、その作者、その作者が歩んできた人生をちゃんと全部見て、ああ、じゃあこうなるために俺もこうしようって思って行動してます。